はい、多分風チャンネルのルのーリオです今日はですね、えー、藤井風さんが「スペースシャワー TV」というあの音楽番組の、えー、2022年3月 VIPVIP に選ばれたということについてちょっと、えー、僕なりの解説も交えて解説していき感想も交えて解説していきたいなと思います。えー、このチャンネルではではすね藤井さんを中心に 取り扱いいいをしててる音楽のチャンネルとなっていますぜひ、えー、この動画役に立ったなと思ったら高評価で、えー、気に入ってくださいましたらチャンネル登録のほどよろしくお願いします。ということで、えー、早速なんですけど、えー、この動画ではですね藤井和さんが選ばれました、えー、スペースシャワー TV の VIP についてちょっとお話ししていいいきたいなとと思いますでちょっとメモを見るんですけどあのこの「スペースシャワー」っていうのがそのケーブルテレビの,の中にある音楽番組の一つになってまして、えー、とずっとこう朝から晩まで音楽、まあ、基本的には MV が流れているようなあの音楽のチャンネルとな音楽の番組のチャンネルとなっていてでその、えー、と3月2022年3月 にの V.I.P. 一人推しアーティストみたいなのがいるんですよ。そのチャンネルの月間の推しアーティストみたいなのがいて、その一人一人に3月、えー、藤井風さんが選ばれました。<laughs> めっちゃ童顔しちゃった <laughs>。あの <laughs> あの選ばれましたとで。 ってのも、まあ、今月ですね、セカンドアルバム、ラブオールサ l s of がですね、えー、発売を控えていて、まあ、選ばれたんじゃないかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、まあ多分そうですよね。まあそうなんですね。で、それに伴って何があるかっていうと、その特番があるっていうのと、あとは、なんだっけな、えー、ミュージックビデオスペシャルがあるということです。で まあそれは1個前の動画でお伝えしていたんですけどもあのそれ以外にもですね以前、えー、っとその「スペースシャワー TV」で風さんを取り扱った番組っていうのが再放送されるっていうことなので今日はそれもちょっとお話ししていきたいなと思います2つ再放送があって2つ新しい番組があるので1つずつちょっと見ていきましょう詳細わからないものもあるんですけど、まあ、ちょっとわかる範囲で今お伝えできたらなと思います まずはその放送順が早い順に行こうと思うんですけど3月19日アルバムの発売の前の土曜日ですね、えー、藤井風 Help Ever Heart Cover Special っていうのと、えー、藤井風 Free Live 2021 First Shower TV Exclusive Edition っていうのが2つ再放送でされますまず1つ目、えー、Help Ever Heart Cover Special なんですけどこれは えーとですね、2020年6月に発売されたものです。発売じゃないな公開された番組です。僕はこれちょっと見たことないんですけどあの今回ねスペシャル見れるんであの録画して楽しみにしてます。で今回はそのア,ルアンコール放送ということで、えー、以前ね1枚目のアルバム「Help Ever,、ha、Help Ever Her Never」ですね。<laughs> <laughs> があのとそのカバーアルバム「h a v e Ever Her a d Cover」っていうアルバムを出,したと出されてると思うんですね風さんがその、えー。そのカバーアルバムに入っているピアノアレンジカバーの楽曲にスポットを当てて藤井風さんの自らの言葉と原曲のミュージックビデオ時には本人のピアノ演奏も織り交ぜながら藤井風のルーツをひもといていくというものいわば藤井風の 自身による全曲解説らしいですこれはちょっと再放送なんですけど僕当時ズさんのファンじゃなかったのでというかファンズさんを知らなかったのでこの番組チェックしてなかったんでちょっと楽しみです。僕が好きなのはですねズさんのカバーの中で好きなのは何だろうな「シェイプ・オブ・ユー」かな「シェイプ・オブ・ユー、うん」かっちょいいんですよね。まあ っていうのは置いといて、まあ、こういう番組がありますよっていうのであの、ぜひね、スペースシャワー見れる方はね、あの録画ボタンを押しといてください。僕はまだ押してないんですけど <laughs>、なんならあのアルバムの、何 ?CD のアルバムの予約もしてないんですけど、まあ、それぐらいちょっとズボラなんですけど、まあ、ぜひね、あの見逃さないようにしてください。でもう一つ、その後引き続きね、それが3月19日の9時から9時半。 30分なんですけどその後一1時間ですね藤井風フリーライブ2021スフィッシュ・ショー・サエクスクルーシブ・エディションがありますこれはですね僕もちょっと見たんですけどこれ2021年10月に、えー、放送されたものがアンコール放送されるものですでこれはですねあの藤井風さんのフリーライブ YouTube の方でも見れると思うんですけど そのバージョンではではす、ね、YouTube だと「Hear the World」っていうあのマイケル・ジャクソンの曲がカットされてるんですね多分著作権の問題かなと思うんですけどあのカットされてるんですがこの,の <laughs> MTB だと「MTV じゃないスペースシャワー」だと「スペースシャワー」の再放送だとそれをカットしない含めたバージョンでアップ、えー、バージョンアップした内容でお届けしますということらしいです。 なので、あの、YouTube では見れない映像を見たい方は、ぜひね、こちらもチェックしてもらえればなと思います。僕もこれ撮ったまま、撮録画した、この時はもうファンだったので、録画したんですけど、ちょっとまだ、ざっとしか見れてないので、これを機に再放送を見たいなと思ってます。で、えー、その後にですね、3月20何日か、20何日だ。 20が日曜21月曜2223か23にアルバムが発売されてでその後の月土曜日3月26日の土曜日に、えー、っとスペースシャワー TV で VIP 藤井風という番組と藤井風ミュージックビデオスペシャルというのが、えー、公開になりますまあこれはですね あのちょっと風さんの,あのアプリでもあったと思うんですけど「藤風アプリ」の中でこう風さんがインタビューにあのを受けてるようなあのコラムというかあの日記が来てたと思うんですけどそのコメントとかがコメントの映像とかが流れるんじゃないかなっていうふうに思ってます。でちょっと詳細はまだわかんないんですけどえと書いてる通り読むとそのミュージック VIP の方はえー、っとセカンドアルバム「ラブオールサーブオールをリリースする藤井風の特別番組をお届けしますそのまま <laughs> でえー、っとミュージックビデオスペシャルは、えー、藤井風、えー、さんが、えー、本人による特別解説を交えた今回の番組でしか見ることのできないスペシャルな内容のミュージックビデオ特集をオンエアということで是非ねこの「 あの結構ね最近は YouTube とか藤井風アプリみたいな感じでもう風さんが自身が発信する風さんのスタッフさんが発信するようなところで風さんのコンテンツを楽しんでたと思うんですけどこういったテレビで風さんが見れるということなので是非「スペースシャワー」見れる方は是非あの見てもらえればいいかなと思います。ももし見れなないい方でですねこできる限りあの著作権とかかかに引っかからない限り ようにあのこのあのチャンネルでもあの番組の内容とかをお伝えしていきたいなと思ってますのでぜひチャンネル登録高評価して待っていただけると幸いですっていうことでえー、っと以上となりますえー、っとここまでありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ。